はい、皆さんおはようございます。ジョーです。今日は7月の、7日、7月7日ですね、水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場見ていきたいと思うんですが、昨晩はですね、指数で見ると、そんなにものすごく大きく動いているというわけではないんですけれども、全体的な印象として、少し軟調なような印象だったかなと個人的には思っています。小型株を中心に、今下落をしているんですけれども、なんとなくなんですけれども、ちょっとリスクオフの方向性に今動いてきているんではないのかなと、個人的には思っています。で、昨日ですね、ネガティブなニュースとしていくつかあったんですが、まず一つ目ですね、後ほどご紹介しますけれども、アメリカの経済指標 ISM が、思ったより数値が伸びなかったというところと、あとはですね、中国の政府が中国国外に上場している中国企業に対して、よりですね、監視規制を強めていくということを発表していました。で、こういったこともあって、中国企業の、下落というところと、あとはですね、巣ごもり株を中心に上がってはいたんですけれども、それ以外に関してはやっぱり大きく、特に原油株関連に関しては、下落をしていて、これ、原油関連に関しては別のニュースもあったりはしたんですけれども、やはりですね、ちょっと経済の成長が、思ったようなスピードでもしかすると回復してこないんじゃないかっていうのがまた一つ懸念となってるんじゃないかなと思ってます。で、その大きな理由の一つとしてはですね、やはり、需給が引き続き、逼迫しているというところがあって、やはりですね、例えばその住宅を建てるにしても、やはり木材が足りなかったりとか、あとは半導体が足りなかったりとか、そういったところがあると。あと一方で、労働力の供給というところもなかなかですね、うまくいってないということで、引き続き、少しその経済が本格的に回復してくるにあたって回復するためにはなかなか材料として今、足りない部分がいくつかやっぱあって、そこがなかなか満たされないような状況が、今は続いていて、でかつ今後もしばらく同じような状況になるんじゃないかという懸念が、出てきてるんではないのかなと思うんですよね。あとはやっぱりコロナの再感染拡大というところが、特にそのデルタ株、インドからの、新しい、コロナウイルスの、種類ですね。そういったところがやっぱり大きく世界中でまた注目を集めていて、これがやっぱり国内、アメリカ国内でも、非常に懸念をされていると。で、バイデン大統領もですね、ワクチン接種に対して非常に強く国民に対して訴えかけてはいるものの、若い層を中心になかなかワクチンの接種が進まないという状況があることから、やっぱりですね、少しリスクを感じている人っていうのが一定数やっぱりいるんじゃないかなと思ってます。で、そういったこともあって、やっぱりこのテック関連の銘柄でも、小型株に関しては非常に弱い試合が続いて、でガーファムとか、そういった非常にファンダメンタルがしっかりした銘柄に関しては、買いが集まっているというような、こういったような今動きが、起きているんじゃないかなと思ってます。で、セクター別で見てみてもですね、先ほど申し上げたその原油とかの、あと、原油の銘柄に関しては、大きく下げているのと、あとはですね、やっぱり金利の低下というところが大きく重しになって、金融株が下げていたりですとか、あとはですね、なかなかやっぱりコモディティ関連に関しては、世界的な経済の回復っていうのにやっぱり少し影響がですね、あるのか、このあたりに懸念があるからか、下げているというような状況になっています。で、逆に強い銘柄、強いセクターに関しては、比較的ディフェンシブなリテールの銘柄とかですね、そういったところにしっかり買いが入っているのと、あとはですね、テック関連に関してはやっぱり巣ごもり関連の、銘柄っていうのがまた上がってきている。例えば、ズームとか、あとは、ドキさんもそうですし、またちょっと別の要因だと思うんですけれども、アマゾンですね、こういったところも上がってきたりとか、あとは、ショッピファイですね。こういったところもしっかり回復してきていて、やはりそのあたり、警戒されているのかなというのが少し伺えるような動きが、見えるかなという感じですね。はい。指数一緒に見ていきたいと思うんですけれども、昨晩はですね、ダウに関しては、マイナスの 0.6%、S&P はマイナスの 0.2%、ナスダックはプラスの 0.17%、ラッセル2000小型株はマイナスの 1.36% というような数字となっていました。アメリカの10年債の金利なんですけれども、再度お伝えしますが、1.35 というところで、約ですね、0.8%、0.8% の金利低下というところが昨晩は見られました。はい。ちょっと小型株として気になる動きなんですけれども、昨晩はですね、中国株っていうところはもちろんそうなんですが、テスラもですね、大きく下げていたりとか、あとはですね、金融株ももちろんそうなんですけれども、
やはりここを最近非常に好調であった、原油とかそういったところも大きく下げていたりとかいうことがあるので、ここ最近、ね、やっぱり好調だった銘柄から資金が抜けて、大型の、こういった、ガンファムを中心とした銘柄に流れているローテーションというのが引き続き継続しているのかなと思っています。あとはやっぱり中国に関してはですね、この海外に上場している中国企業というところに対しての規制もそうですし、あとはですね、中国国内の仮想通貨関連に対しての企業への規制というところも進んでいて、やっぱり中国政府の本当にその何ですか、監視の目が国内外で非常に強くなっていて、やっぱ結構ここ最近下落してますけれども、さらに一段下落する可能性っていうのは、やっぱりあるんじゃないかなと思いますし、このディディに対して向けられている目というところもそうですし、あとはやっぱり仮想通貨関連に対して 目を向けられているのもそうなんですけれども、まだこれからどんどん先に規制っていうのが進んでいく可能性は、あるのかなと個人的には思っていて、中国銘柄に関してはなかなか手が出しづらい、もしくはディップで買っていくっていうのは、少しどうかなというのが、まだちょっと、見極めたいなというのが正直なところですかね。はい。昨日僕ちょっとフートゥー買おうかどうかとかっていうのをいろいろ考えたりもしたんですけれども、飛び込んでいくっていうよりも、まだ今はちょっと静観しておいた方が個人的にはいいかなと思いました。はい。ニュース一緒に見ていきたいと思うんですが、昨晩ですね、先ほど申し上げた通り ISM の非製造業指数が発表されていました。で、予想がですね、これ 63.5 という数字だったんですけれども、実数は 60.1 というところで、大きく鈍化をしていました。で、その要因としてはやはり雇用の数値が非常に悪くて 49.3 だったんですね。50を割り込んだというところと、あとはですね、仕入れ価格が 79.5 というところですね。80.5 から、鈍化はしたんですけれども、引き続きかなり高い水準となっていることもあって、やはり経済の回復に対して、なかなか前向きな、数値ではなかったというところがやっぱり大きくあるのかなと思っています。はい。あとはですね、原油価格の先物大きく下げてますけれども、これはですね、一部の産油国が、供給増というところに対して、やっていくよというような、姿勢を見せるんじゃないかっていうですね、懸念があったりとかして、このあたりに対して警戒が、今出てるというわけですね。はい。あとは、中国がですね、先ほど申し上げたように、海外に上場している企業に対して監視を強化。これ、具体的に何かっていうと、やっぱそのデータのやり取り、中国国内の、データが外に出ないようにっていうのもありますし、あとはですね、やっぱりその国外でビジネスをしている企業が、ビジネスをしているか、上場している企業が、例えばアメリカの規制の管轄にいる中で、中国国内で、取得しているデータに対してどういう取り扱いになっているのかとかですね、その辺に対して非常に懸念を示しているというのが、やっぱりあるので、今後もさらに出てくる可能性があるんですよね、やっぱりこの規制関連に関しての情報っていうのは。なので、このあたりは、ニュース一旦ちょっと出切ってからではないとなかなか入っていくのはちょっと怖いなと個人的には思ってますと。で、あとは中国が、これ特にアメリカというような名指しでやってるわけではないんですけれども、技術封鎖に対して抵抗をしっかりとしていきますよと。例えばですね、今なかなか半導体の、特許がですね、非常に進んでる、例えば、NVIDIA のチップとかもそうなんですけども、これを中国に対して供給すると。そういったところに対して、やっぱり一定程度の規制があったりとか、そういった、技術に対しての封鎖を行うようであれば、アメリカではですね、何かしらの制裁なり何なりやっていきますよということが、発表されていました。やはり、こういった声明を出すっていうこと自体、やっぱりなかなかその中国としても難しい判断だったとは思うんですけれども、アメリカだけではなくて、ヨーロッパを中心とした、先進国ですね、そういったところからのなかなか歩み寄りがないということで、今後は強硬姿勢に出ていく可能性もあるので、今後どういったその政治的な進展があるのかというところは、やっぱり経済に対しても大きく影響があると思うので、このあたりのニュースは注視をしていきたいなと思っています。はい。あとはですね、バイデン大統領が先ほど申し上げたそのデルタ株の感染拡大っていうところに非常に懸念を示していて、もう本当はね、本当にですね、その接種する人が
一軒一軒してない人の家に回って接種をすべきだっていうような、まあ、そういった対策を取るべきだっていうぐらい、まあ、今ワクチン接種っていうのを推し進めようとしてるような、してるような状況ですね。まあ、おそらくそのデルタ株に対してかなり警戒をしていて、まあ、ロックダウンまではいかなくてもやっぱりこの今経済拡大にしていこうっていうタイミングで、まあ、水を刺されるというのが非常に、まあ、嫌だというところが、まあ、大きく懸念材料だと思うんですけれども、まあ、今後はですねこういったワクチン接種のスピードがどれぐらいで進んでいくのかというところと、あとはですね、すでに入ってきている、まあ、デルタ株を、まあ、いかに抑え込むかというところに対して、どういう対策が行われているかというところは、まあ、注目しておくべきかなと思っています。特にやっぱりこれ夏に入っていく中で、なかなかやっぱその規制をしづらいと思うんですよね、今の、経済拡大っていうようなタイミングで。なので、このあたりをどういうふうに舵を取っていくかっていうのが、バイデン大統領の、まあ、手腕の見せどころかなと思っています。はい、あとはですね、ドイツなんですけれども8月にコロナの規制解除ということを行っていくということを発表していました。まあそれはワクチンの接種が進むというところが一定程度の条件にはあるんですけれども、いよいよ、まあ、感染拡大を、まあ、抑えてどうしていくかというところがヨーロッパなんですけれども、ここでやっぱり非常に気になるのは本当にデルタ株大丈夫なのかというところが今後は注目になっていくと思うので、本当に、まあマーケット市場を労働市場も含めてですけれども、オープンにしていけるのかっていうところは引き続き注目をしていきたいなと思ってます。はい、まあ、ドイツ銀行もですね、レポートを出していて、コロナっていうところとか、まあ、あとはですね FOMC、まあ、こういったところの議事録がですね今晩ですね出てくるんですけれども、やっぱり警戒感非常に高まっているということで、リスクとしては短期的に下を見てるんじゃないかっていうようなことも発表していて、なかなかですね株価が上がっていきづらい状況にはあるので、まあ、少し警戒感を持って、いければなと思ってます。個人的には別に株をですね売るつもりもないので、まあ、何かするわけではないんですけれども、まあ、マーケットとしては市場がそういったセンチメントになっているというのは、頭に入れておいていただければなと思ってます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。